あ、臨時ニュース来た来た来た、みんな見て、フェスの情報やってまいりました。今回のお題はなんだろう。ほい、休みの日は仲間とバイバイ、家族でほっこり、一人でのんびりっていうフェスがやるみたいです。はい、休みの日にみんなは何するかっていう、まあ、お正月ならではのフェスですね。うん、みんなは多分家族でいるのかな家族で多分いる人の方が多いイメージあるけど、そうだね、俺はそうだね、一人暮らししてるから一人でのんびり、もしくはまあ、猫ちゃんと仲間とワイワイも考えられてて、なんか前回ねこれ投票しようかなと思ったのが確か仲間とワイワイだったんだよね、確かそんな気がする。俺これ投票するよみたいなことをお話ししてて、みんなにね言ったんだよ。でもちょっと心の変化もあるからまた考えて決めていきたいなと思います。皆さんこんにちは、本日はフェスの投票をしていきたいと思います。まあ、ちょっと自分的には皆さんこんにちは、今回はフェスの投票をしていきたいと思います。みんなが待ちに待ったフェス投票なんですけど、まあ一番多いのは、家族で過ごすってのが多いんじゃないかなって思うんだけど、てか家族でいてほしいんだけど、はい、思春期の皆さんはどこに投票するのでしょうか。親の皆さんはどこで投票するのでしょうかっていう、結構いいお題だと思うんだよね俺今ちょっとふざけてたけど、まあね、いつも俺はね一人で、まあ一人で過ごしてるから、まあ休みの日はみんなと友達と、もしくは家族とねいるっていう可能性もあるし、まあいつも家族でいる人たちはたまには一人で静かにしたいなっていう、一人でのんびりってのもあるかもしれないしね、まあ、家族大事にする人多分結構多いと思うから、まあ、休みの日は家族でいたいなって人も いると思うの。そう、いいお題だと思う。どこが多いとかはないと思う、正直。まあ、最初はまあ、家族が多いのかなとか思ってたけど、多分これはね人それぞれ で今回俺もまあ、いつも一人でいるっていう理由で、まあ、猫ちゃんとね仲間ってのはね、友達でもあったり、猫ちゃん、うちの飼って猫ちゃんでもあったりするから、猫ちゃんと、ね、仲間とワイワイってので、今回は仲間とワイワイのチームに入れていきたいと思います。もう、ここで、この時点で決めました。はい、決めました。フェスの T シャツは青になりますね。かわいい。もう投票する。はい、投票しました！やった！嘘じゃないでしょ？ちゃんと投票しました。ほら、かっこいい。ちゃんとフェス T シャツを投票しました。仲間とワイワイチームに入ったので、同じチームの方はよろしくお願いします。相手チームの人は、正々堂々勝負して頑張りましょう。以上、バイバイ。